男女いかんの、もう進めていいんですか。どんどん進めてください。あ、本当ですか。終わんないですよ、今日最終回ですよ。さやさん進めちゃってよきですか。進めちゃってよきですよ。嘘よ、さやちゃん頑張ってください。今日はじゃあさやちゃん行きましょうか、うん、もう秒で終わりますよ。あ、待って待って、その下、そこそこそこ、ほら右。あ、本当だ、右下が空いてないのよ。本当だ、弦の割には IQ が高い。やべやべやべ、ボンバーマンと同じ現象。あ、ボンバーマンだったら死んでた。わー、初見ありがとうございます。戻っちゃうそこ。それな、ビビっちまった俺。これビビっちまった。なんで、もう違うね、あいつが。何やってんすか。あいつがね、戻すだよ俺を。こいつが。あ、まあ。勘弁。ほんまや。これや、見て見ていけたよ。やっと来た。これは何？あ、これだ。マジックロット。燃やせ燃やせ、焼き尽くせ。随分情熱的だこと。随分。え、でもねこれね、マイクを2本にしたことによって僕たちの体勢もちょっと楽になったんだよ。そうね、さやがいかにだらしないポーズでやっていてもね、ゲンがね何も言わなくなった。そう、前はねだらしないポーズでやるとさやマイクからどんどん離れてくんだよ。みんなには見えないで僕さやの姿勢キュッて正したりしてたからさ、放送中。そうそう、私ね結構あの筋力がないのでね、同じポーズを長時間取っていることができない。いけいけいけ、あーちょっと届かない、届きそうで届かない、この思い。あー、学校帰りになんかがゲーム買って帰るのドキドキするよね。わかる、ゼルダの伝説風のタクトを買った日は忘れもしない、12月13日の金曜日マラソン大会で1位取ってそのまま出して具合悪いですって帰って風のタクト。具合悪いです、1位で取ってたら具合悪いですも何もない。で違う違う違う、もう今日マラソン1位取って、あ、頑張りすぎちゃった、頑張りすぎてちょっと具合悪いです、勝っていいですかって言ったらおしるこ大会無視して。あ、なんかさ、おしるこ大会、マラソン大会の後のおしるこ大会あるじゃん。もうそのあれ大好きだった、大好きだったけど、そんなことより風のタクトがやりたくて帰りました、12月13日です。あ、わかった、自分マジわかったんで貸してください。嫌です。はっ、待って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 、終わんなくなっちゃうよ、ペッペカリーニ。サイヤのグダグダよりマシよ。 What's happened? マシよ。さあ最後の想像以上にキモいの来たんだけど、マリオこの人ディグフレム、ファイアロット使うんじゃない？魔法のステッキは？変身やろうぜあいつ。ほら来た。うわ、なんか思ったよりブサイクだった。わ、キモーこいつ。あいつ、あいつ、あちゃちゃちゃ。聞いてんのかこれ。ねえ。お、聞いてんの。ちょっとバブめにしゃべってみました。あ、そうそう、これこれ。はい、最後の楽器、ゲット。最後の楽器、やったー。最後の楽器、ゲットー。遅っ。え？遠雷のドラム。ちょっと、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 ちょっと。さあ来た、最後最後、たまらんちさん来ましたで。どうなる、あ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 、合奏してるね。これ勝手に演奏してくれるのこの楽器たちは。おお、なんかいい感じになりましたね。お、風の魚だ。あ、これどうなんの、卵やべ、セーブしてくんだよ、そうだ、バカ野郎。そこから割れんの、上からじゃないの。あ、ここからどうぞ、ここからどうぞ。聖なる卵、聖なる卵、ラスダン来たね。バッテリーバッテリーちょっとね、バッテリーバッテリー、え、これ待って、結構いいんじゃない。ほら、うわすごい、やった、これ当たってたよ。せ、考え、最後当たりましたね。よし、行くぞ、行くぞ、レッツゴー。誰誰誰誰、むにゃむにゃする。え、これ汚い、バッチリぞ、ゴースじゃん、めっちゃチクチクのゴースだ、めっちゃデザイン感。違う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 、あのマリンのことを恋しく思うのやめて、間違えた間違えた。わぁ、待って待って、なにこれ、マジカルな感じじゃん。これ知ってるってことは、これゼルダ恒例ですね、テニス。テニスなの、これね、ゼルダのラスボス恒例なんですよ、テニス。あ、ばっか、はめ技はめ技、スマブラだったら嫌われるやつだよそれ、やばい、もう間もなくです、死にます。今まで5000円ありがとうございました。5000円。後ろ？後ろ。あ、待って。後ろ？後ろ。あ、待って。当たった。大丈夫、塗り薬か。僕にはある。近く、今の近く。待ってってば。ちょっと落ち着いてよ。みんなラーメン何食べたい？嘘に飽きんなよ。ラスボスだぞ、おそらくこれ。お、わ、うわ、ボスみたいなやつになった。ね、ゴーストになっちゃった。先っちょだけ、先っちょ、分かってるよそんなの、バイオハザードで学んできました。うわこれ意味です。開けた、開けた、追い込まれてる、性格悪い、ジャンプしてジャンプして、この野郎この野郎、そしたら39本しか持ってねえんだぞ、頼むよ、弱ってくれよ、お願いだよ、もう回復薬ないんだよ、目開けて、ねえ人の目見て話して、うわ、めっちゃ白目向いた、うわ、おー、リンクよ、よくぞ悪夢に打ち勝った。まあ誰なんだよ。上がってきなさいだって、めっちゃ上から来るやん。
あ、なんか終わり感ある。カービィの敵みたいなの。確かにマルクでしょそれ。床がカービィの敵。え、ほほほほ、風の魚の心の一つなのじゃ。じゃがある時夢の叫びから悪夢が芽生え、島をむしばみ出したのじゃ。ちょっと沖田博士意識してるでしょにっこりしてる、にっこりしてる、かわいい。にっこりしてる。え、待って、うわー、これが風の魚。出た、なんかギランギランなの。すんげえ、なんかさやさん、風の魚吹き替えてあげて。オッケー。私は風の魚、私が目覚めるとコホリンの島は消えるだろう。マジで、私は風の魚読むことなくなると自己紹介するのやめえやさあ奏でるのだ、目覚めの歌を。プープルループルルー、寝るやつよツッコミ遅いなーと思ってたよ今、タイミング遅いなーって。キャンキャン、え、待って待って、死ぬほど切ないんだけど。え、ノータリン、やめてやれよ。待って、マリマリマリ、待って待って待って、歌うのが好きでこの島から出ていきたかったマリ。あー、島が消えていく、消えちゃう。あ、お、アニメ、アニメ、カモメだ。あ、リンク、リンク、リンク、かわいい。マリンの声だ。途方に暮れてる。かわいい。風の魚、風の魚、この歌ずるいんやかわいい。この辺見たよ。マジか。いや、ここでこの曲か。わー、終わったー、終わったー。全ては風の魚が見ていた夢だったということ。夢の中にできた島がコホリント島。夢で見た島だし、リンクから見たら夢で見た島だし、あの島自体が風の魚だと思うと夢を見る島ってことなんだよ ね。なんと時間内に夏美さんちがクリアしました。終わりましたよ、11時にクリアしてますよ。さあラーメンさあラーメンのお時間だ。すごいね、1993年って私1歳だよ。ジ・エンド、終わった。いいゲームだった。